国から来たパンタロー。モンゴルから来たパンタローです。怖い。みんな、世界。本当はいいやつ、サンダーワールドだよ。来やがった。態度はでかいよ、パンタロー。おい、てめえ一年のくせに生意気なんだよ。昼休みつら稼い。いいっすね。飯食いますか。エナジーチャージ。お前して。フルフルチャージだよ。ため吉。悪そうなやつだよ、ファン太郎。うちのことこすれてくの。クラブです。クラブ。部活に決まってんだろ。え？本当はいいやつニューファンタだよ。ごめん、好きな人いるの。女子にはモテないファン太郎。誰？ファ？ファ？ファのつく人。アミリの購入。ファン太郎さん、フルフルシェイカーだよ。休憩しますか。サボって見られる。ファンタロー。勉強してたよ。サイダーあげないよ。いらないっすわ。ついにファンタから俺たちのサイダー。ニューゼロサイダー。彼が母さんって言ったらこう見てください。うん、びっくりしたからね。普通のこの感じで自然がいいですね。よーさ、今日ロスん、あのどこで仕事する。やっぱあそこ、あそこでいいんだよ母さん。すごいですね。はい、すごくですね。もともと僕ファンタ大好きだったんですね。稽古上がると必ず飲むからね、炭酸水好きなんだよね。でそれがなんかね、運があるかとかそう話聞いて、俺もすごい喜んじゃってね、いや何でもやるからとか言って、それがね、その内装を見たらね、そういう学生服着たりとか、その本当の学校の中でその撮影とかともすごい楽しみにしたんでね。でこの天気も今日も晴れだしね、すごいいい天気でね。結構痛いよ。気が入ってるな、おい。本当怖いぞ。うちのことが連れてくの。そうですね。まあちょっとのことで皆さん拍手してくれるんで、うん、それすごく好きなんで。そうですか。スタート。部活に決まってんだろ。よかった。中学生の気分になっちゃってね。思い出します。いや、まあね、あれぐらいのやっぱ笑顔がいいなと思いますね。やっぱね、もう一回ね、子供に戻りたいって感じですね。結構元気な子だったんですね。もう走りまくったりとか、ちょっとやんちゃなことしたりとか、まあいわゆるファントログみたいな格好でね。本当はいいやつだけどってかね。スタート。バスケやってましたね。いやドルチやでこれ。であと水泳ちょっとやって、で柔道入ってました。よスタート。よかった。よかった。楽しいですね。いい感じ。すごい飲むとね、ハッピーになるとね、そういう感じになるなと。あ、助かります。いや、大丈夫です。お願いします。左斜め上からワン、ツー、スリー、フォーですね。クロスでキーパーとロス。
お前わからんお前待ちたファンタラです。まあ久しぶりですけど、土俵の上でもファンタと共に、頑張っていきたいと思いますので、皆さんも応援よろしくお願いします。ファンタロファンタロファンタロ、はい、そうだね、気づかなくていいよ、同期生だからね、大丈夫。やお。モミモフローゼン飲んで。ガッチで使うんだよね。強い。頭をっていうところでピクッとしてください。はい、頭を出してください。はい。はい。OK です。このガッチは OK です。はい。ご協力いただきました。以上で。わかりました。またよろしく。わかりました。あのファンタロの印象はいかがでした？やっぱり今回はあの大きい生徒なんですけれども、私の方が先生だよということをですね、あの分からせてあげないとと思って、あのいろんななんていうんですか、強く怒鳴ったり、そして指を刺したりしてみましたけれども、すごくですね、そのシーンが終わるときになんか笑ってくださったり、あと終わったときになんかあの握手してくださったんですけれども、はい、その時にですね、やっぱりあのその撮影中、はい、もみもみフローズンをされていたから冷えていたんですけれども、はい、なんかその温かい、はい、なんていうんですか、はい、大きな横綱のファンタローの手を握った時に、はい、早く私ももみもみしてあのファンタの飲み物を飲みたいなというふうに思いました。はい、カット。はい、カット。はい、じゃあこのカット OK。落とした。はい、OK できました。じゃあ。やっぱり相撲さんだから、あるとボリューム感、うん、なくちゃいけないし、それでやっぱりあの、なんていうの、まあ自分が気をつけてるのが、作品にこう、なんていうかな、まあ一口で言うと、品がちょっと、うん、まあ上品な感じ、うん、まあ例えばおどけてる中でも、なんかこう、ちょっと上品な感じっていうか、うん、なんかそういうのが感じられるような作品、うん、まあ、そういったのをいつも心がけてますけどね。まあ、横綱にお会いしてこう、まあ、すごく意外だったなと思ったのは、まあ、もちろんそのコマーシャルのね、そういったこう、まあ、場面からもあるんでしょうけど、やはりあの本場所を見ているとちょっと怖い人だなっていうふうな、そういうイメージ持ってたんですね。うん、そしたらあのこの前の撮影を脇で拝見させていただいて、前よりもちょっと親しみを感じましたね。はい、撮影は、はい、いかがだったでしょうか？そうですね、天気も良かったしね、あの本当にもう自然な風が吹いて、そこでね、その撮影するとね、良かったと思いますしね。
なんとなくね、気楽にね、そのなんていうんですか、そのものすごいスムーズにいったんですよね。あの気持ちいいしね。ファンタローの評判っていかがですか。わあ、大変ですよ。子供にね、朝青龍って言わなくてファンタローって言われるしね。たまに場所中とかで、あの土俵入りするときに、お子さんと言わないですよね。ファンタローとか言いますね。まあそれ聞いた瞬間すぐに笑っちゃうんですけどね。実際その横綱の英語の成績っていうのはいかがだったでしょうか。それだけファンタロー勉強しないんだよね。あとは勉強したけどね。改めてですね、大人になって、まあ、ちょっと勉強してみたい、まあ、科目内何かありますか。もっと演技上手になりたいですね。その辺ちょっとね、将来的になんか映画出たいなというのはね、うん、ですか。俳優という形でやっぱ今のうちにちょっと画像に残したいなと。まあもちろん今残ってるけどね。こんにちは、ファンタロです。ファンタの新しい仲間、もみもみフローズン、よろしくね。本当に応援してください。まあ、ちょっとダンスあったりとかね、そういうちゃんとしたスタジオで恋のね、歌のあれ歌ったりとか、よかったと思いますし、はい、いろんな経験でね、もうプラスになりましたね。おはようございます。おはようございます。いやもう元気いっぱいに、本当ファンタのように元気いっぱいに頑張りたいと思います。ずっと私この CM 決まってから数々 のドッキリにずっと引っ掛けられてたんで、もしかして今日の日ってドッキリじゃないかなと思ってたんですけど、ようやく今日こうやって撮影に来れたんで本当嬉しくて出ちゃったよね。特にやっぱりファンタローの朝青龍さんと一緒にこうやってコラボできるっていうのもね、私も横綱。モミ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 イエーモミ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 イエーモミモミ。そうですね、楽しかったですよね。はい、まあ、自分の生声をね聞いたりとか、そのまあ調査したりとかいろいろできるみたいんでね、それ出来上がりは楽しみにしております。ここも私も初切れでいいですか。初切れましょう。はい、はい、ここも中盤のところです。13歳です。そうスタートなんじゃん、うん、そういうふうにそういうふうにしてんだよ。アングルキュッと今 OK だよ。はい、大丈夫です。 OK、 ありがとうございます。ありがとうございます。で、なんかいろいろと丁寧に教えていただいてレコーディングしたんですけどね、やっぱ曲ができてこうやってこう映像になるっていうのがやっぱりアイドル気分ですね。正直結構みんなの振りを
思いっきり踊った後って私すごいあのしんどいんですけど、みんなあの普通に立ってるんですよね。本当実際その、まあ、メイキングとして撮らせていただいて、はい、羽村さんのみゼーゼーしてました。いや言うよね。私本当に3回ぐらいクラッと来てたので、ちょっと本当しゃがみ込もうかなと思ったぐらいクラッと来たんですけど、みんな普通に踊ってたので、はい、やっぱここでね、実際まあ20歳以上の年の差がありますからね。言うよね。ちょっと低くなっちゃったけど。いやこれはクソ。最後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 今年の夏は一緒にもみもみもめ、今年の夏は一緒にもみもみもめって感じだな。ファンタロー。はい、本番。よう。スタート。坂本勉強しました。何でもいいです。ですか。よう。スタート。いらないですわ。ありがとう。簡単です。何でもいいと思います。はい、この方 OK です。はい、OK でした。今回そのファンタロの部屋初公開ですね。見てよ、あ、ほら、勉強してんだよ。役と出てどうでした？あのまさか選ばれると思わなかったんですけど、迫力では負けないかなって思ってました。その迫力で、まあ、パンタロ本当にお母さんのこと怖がってましたから。あ、そうですか。ありがとうございます。パンタロと共演していかがでしたか？大変申し訳ないんですけど、顔、体型、似てました。親子ですね。まあ、CM 上はまあ親子って関係ですが、もし本当にまあファンタロみたいなお子さんがいたらどうですか？可愛いです。どんなところが？目。よー、スタート。こんにちは、ファンタロです。ファンタの新しい仲間、ゼロサイターよろしくね、本当に応援してください。